西村愛です。災害と防災を考えるネットワーク 1.17 1329回目の放送です。ここ最近近畿でも震度3、4の揺れが起こっていますよね。私の周りでもこう自然とこの間揺れたね、びっくりしたわ、地震がいろんなとこで起こってるよねと、地震に対する備えの話になってきましたね。皆さんはいかがでしょうか。例えば私の知り合いの子はね、ボランティアで石巻に行ったんやけど、石巻に行ってたんや、そんな話知らんかったわという話にもなったりして、被災した方が言ってたんやけどね、命が助かった後は現金が一番大事やと言ってたよ。なるほど、やっぱり命が助かった後どう暮らしていくか、そしてお店が再開したらそこで食料とかね、必要なものを買うことができますしね。でまた東日本大震災の当時よりも11年経った今はキャッシュレス決済が進んでいるので、私もそうなんですけど、普段そんなに現金を持ち歩いてないんですよね。そういう時に例えば地震が起きて停電してカードが使えない、キャッシュレス決済ができないとなった時、皆さんはどうしますか。そういったことも含めて備えていかないといけませんね。まあでもやらなあかんことが多すぎるから結局何もできてないわという声も多かったです。まずは部屋の片付けから、頭の上に落ちてくるものはないかチェックするだけでもいいんちゃうという意見に、ほんまやなという話をしていました。できることから一つずつやっていきましょう。今日のネットワーク 1.17 は、熊本地震6年災害関連史と題してお送りします。今月14日で熊本地震の発生から6年を迎えます。今週と来週のネットワーク 1.17 は熊本地震をテーマにお送りしていきます。熊本では地震の被害で直接亡くなる方に比べて、被災後のストレスや病気の悪化などで亡くなる災害関連死が4倍にも上りました。10年にわたって取材され、最後の声ドキュメント災害関連死という本を出版されたノンフィクションライターの山川透さんにお話を伺っていきます。山川さん、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。山川さん、この災害関連死という言葉は、はい、私もよく聞いてはいるのですが、改めて山川さんから災害関連死とはどのようなことなのか教えていただけますか。ですね、災害関連死というのは、精神的なストレスや避難所の環境の悪化などによって、持病を悪化させたりですね、はい、あるいは感染症に感染してしまったり、うん、そういった形で、死去を早めてしまって、直接死ではないんですけど亡くなってしまうようなケースであるとか、震災後に例えば、仕事を失ったり家族を失ったりしたような、喪失感とか絶望に苛まれて自ら命を絶ってしまうようなケースが、災害関連死にカウントされます。で、実際ですね、災害関連死っていうのが国がちゃんと定義づけたのが、2019年の4月熊本地震の3年後なんですね。それだけ最初はもともと阪神・淡路大震災から、そういった災害関連死という枠組みが生まれたんですけれども、はい、それから基本的に国がそういう定義付けたのが2019年なので、24年間それまでかかったということですね。そこから結構数としては多いんでしょうか。数は、正確な数字ちょっと今豪雨災害などでもたくさんのその方が関連死にカウントされているので、ちょっと今具体的な数字は申し上げられないんですけれども、はい、阪神淡路大震災から、26年間の間におそらく5000人以上の方が災害関連死として認められておりますね。そうなんですね、5000人以上も。その皆さんはどういった流れでこう申請をしていくんでしょうか。
例えばですけれども、まあ、僕が取材した一つのケースは、あれは大船渡市で、34歳の男性が、まあ、家が、半壊したのかな、それで、その後、地域の復興作業にずっと関わってて、その数日後に倒れて亡くなってしまった。で、その時に家族としては34歳で持病も持ってない男性だったので、その死の原因が、いわゆる震災によるストレスでしか考えられないと思って、で、役所に出向いて、申請書を提出して、で、その後、その自治体が審査会を開いて、まあ、審査会のメンバーは医師や弁護士などからなるんですけれども、そういった人たちが、その死が果たして震災にどれだけ影響を与えた死なのかということを審査して、で、その結果、それが災害関連死なのかどうかということを、まあ、認定するという仕組みになってますね。熊本では地震の被害で直接亡くなる方に比べて、この災害関連死が4倍にも上ったということを最初に紹介したんですけど、熊本は多かったんでしょうか？パーセンテージにしたら、全体の死者に対して熊本は80%が災害関連 80% 死。が災害関連死。で、東日本大震災に関しては、ちょっとこの具体的な数字はあれですけど、2万2000人中4000人弱、3000数百人が災害関連死、約17%。だから熊本地震がいかに多いかっていうのは、多分非常にその数字だけ比較すれば分かってもらえると思うんですが。そうですね。山川さんは東日本大震災以降、10年にわたってこの災害関連死と認定されたご家族をはじめ関係者の皆さんに取材をされています。その中でこの熊本地震ではどんな方に出会ったんでしょうか。もしよろしければお一人具体的な例を紹介していただけますか。本でも取り上げさせてもらったんですけれども、もともと持病を持っていた4歳の女の子がおりまして、心臓に持病を持ってたんですね。ただ、その心臓病っていうのは、まあ、手術すれば完治して、その後、普通に幼稚園に入って小学校に入学して、まあ、一般的な生活ができるというような言われていたんですが、手術後、その熊本地震が襲いまして、病院がやっぱ老朽化していて、そのまま、熊本地震後にその病院で治療を続けられないってことになってしまったんですね、倒壊の恐れがあり。で、その後、福岡の病院に移送中にやっぱり体調が悪化してしまって、熊本地震の5日後に、命を落としてしまったというケースを知ってもらいました。で、その結果、やっぱり話を聞いて、お母さんにお話を伺ったんですけれども、なんで老朽化していた病院に入院させてしまったのかとか。その娘がその被災した後に、福岡の病院まで移送する手段っていうのは果たして適切だったのだろうかって、やっぱり後悔がずっとやっぱりお持ちで、まあ、非常にその、まあ、辛い取材はでしたね。ただ、そのやっぱり話からやっぱり分かるのは、病院に耐震設計がきちんとされていれば、元の病院できちんと地震後も治療を継続できたはずだし、まあ、仮に移送するにしても、きちんとそのもともとそういう準備がされていれば、まあ、きちんと助かって今も元気だったんじゃないかなっていうふうな、まあ、そういう思いに駆られましたね。そうですよね。準備っていうのは、移動するときに、例えば人工呼吸器をつけたりとか、いろいろ必要ですよね。そういったまあ、もそういうことのですね。は揃ってなかったっていうことですか？普通の救急車でやっぱり運べなかったそうで、で、いろいろその自衛隊の大型の、搬送用の救急車とかいろいろこう検討されたんですが、まあ、なかなかそれが揃わなかったということですね。ただ一番やっぱり問題なのは、病院というのはやっぱりその人の命を守る最後の砦なはずなので、そこが十分な耐震設計がされていなかったっていうのが、そうですやっよぱり根ね。本的な問題だと思いまもすともね。と建物自体の話ですよね、まずは。ええ、そうです。もしね、無事手術ができて治っていたら、今ランドセルを背負って小学校に通って、お友達と元気に遊んでいたかもしれない命が、この熊本地震から5日後に亡くなってしまった。災そうで害すね。関連死ってこれは認められたんですか？それもちろん認められてます。ただ、やっぱりここで僕らがきちんと考えなきゃいけないのは、
確かに痛ましい事件ではあるんですが、そのお母さんも特におっしゃって僕にお話しくれたんですけれども、なぜ彼女が娘が亡くなってしまったのかっていうのをみんなできちんと考えてほしいと。それはなぜかっていうと、多分その同じような病気で同じような状況で入院してる子供っていうのは日本中にたくさんいるんじゃないかと。で、そういう子たちが助かると、もし地震がその入院してる病院を襲った時に、そういった子たちがいかにして助かるのか、いかにしてそこを救われるような、治療を継続できるような、仕組みが作れるのかっていうことを考えてほしいっていうふうにおっしゃっていて、僕は非常にそこの言葉に感銘を受けて、まあ、原稿にさせてもらったんですけれども。いや、でもそういうふうに、ご自身の話を皆さんに話す、しかも本になるってかなりの勇気がいることだと思うんですよね。でそう思もいます。ね、同じ思いをされているご家族やご本人のためにということで話をしてくださって、本当にね、これからの災害への備えに生かしてほしいなって本当に心から思いますね。そう、もう同感ですね。はい。この女の子のお母さんはね、もともとこの災害関連死というものの申請ができるっていうのは知ってはったんですか？ですね、僕、十数人のご遺族の方に取材しているんですけど、この熊本地震のお母さんに限らず、もともと災害関連死っていう言葉を知ってる人っていうのは、まずいなかったですね。そうなんですか。はい、ただ、一つ、熊本地震に関して言えるのは、311などで災害関連死っていう言葉がやっぱり世間的に大きく周知されて、だ行政の機関であるとか、あるいは災害関連死のサポートをする人たちが、まあ、問題意識を共有できたっていう中で起きた災害だったっていうことも一つ大きかったのかもしれません。やはりね、山川さんをはじめ、災害関連死について声を上げていく、伝えていくっていう思いが広がれば広がるほど、助かる命もね、増えていったらいいのになって思いますね。いや、そう、本当にそう思います。熊本地震というと、私の中では車中泊をされている方がね、たくさんいらっしゃって、エコノミークラス症候群の話を聞いたりとか、避難所で持病が悪化してっていう話も熊本地震だったり他の災害でも聞きましたが、そういうこともやはり多かったりするんでしょうか？もちろん多かったと思います。ただ、エコノミークラス症候群に関しては、2004年の新潟中越地震で初めて注目されて、災害関連死と結びつけられて考えられるようになったんですよ。で、その後、新潟大学の半沢和彦さんというお医者さんがいらっしゃるんですけど、まあ、彼を中心に、まあ、被災時にエコノミークラス症候群をいかに減らしていくかっていう取り組みが非常になされておりまして、で、熊本地震に関しては、保健師とか看護師の団体が車中泊をしている人に回って声をかけて、ちょっと運動しましょうとか、水分を取りましょうって言ったり、弾性ストッキングっていうんですかね、血栓ができないようになるストッキングを配ったりというような活動をしてたそうで、で、そういった形では、災害関連死、エコノミークラス症候群を防ごうという活動は、まあ、進んではいるのではないかというふうには思います。そうなんですね。やはり声かけって大切ですね。そして熊本地震の他にも、東日本大震災で被災した方にも多く取材をされているとお聞きしました。山川さんが今思い浮かべる中で、もうお一人具体例を聞かせていただけるなら、どんな方の顔が浮かびますか？これは実は顔ではなくて、関連死を取材するきっかけになった事例なんですが、ちょうどその僕、まあ、311直後から現場に入って、で、取材ずっとしてて、です、まあ、通ってたんですね、東北の被災地に。で、その時にもともと僕、東北の出身、山形県の出身で、大学が宮城県の仙台市だったので、そうなんですか。で、知り合いがたくさん被災してるというのがあったんですよ。で、そんな中で取材をしていると、やっぱり知り合いの知り合いだったり、まあ、取材で直接知り合った人が、例えば震災後に、まあ、健康だったのに体調を崩して障害を負ってしまったとか、病気になって障害を負ってしまったとか、ちょっと原因がよくわからないんですけども、自殺とおぼしきような亡くなり方をしてしまったとか、まあ、そういった話がたくさん入ってきたのが、ちょうど1年後ぐらいの時だったんですね、311から、2012年のちょうど春ぐらいにそんな話をたくさん聞くようになって。で、ちょうどその時に、
まあ、知り合いの地元の記者から、10代の少年が、まあ、家族全員を失ってしまった10代の少年が、家族全員の骨壺を持って海に飛び込んで自殺しちゃったっていう噂を聞いたんですよ。で、それって本当だったら非常に痛ましい話だし、ただ、あくまでもその当時噂だったので、その現場となった場所にちょっといろいろ調べてみたんですけれども、その死が自殺だったのか事故死だったのかっていうのも明らかになっていなかったし、もちろんそれが災害と関係性があるのかどうかっていうのも分からなかったんですね。で、まあいろいろ人話聞くと、災害が原因となって自殺しちゃったんだっていう方もいれば、彼と関係性があった教育関係者なんかはもともと持病があって、それを苦にして亡くなってしまったんだっていうような方もいて、結局、やぶの中というか、なぜその人が、まあ、亡くなったっていうのは事実なんですが、どういった心の動きがあったり、悩みがあったり、どんな動機があったっていうのは全く分からずに、ただ、まあ、10代の少年が家族を失った後に亡くなってしまったという事実だけがあって、で、これってもしかしたら災害に関連はしてないのかもしれませんけど、せめて震災から1年ぐらいだったんですかね、数ヶ月後、そういった少年が突然行方不明になって、数ヶ月後に遺体で発見されたっていうケースは、ちょっと周りの人が慎重にこう検証しなければ、今後、こういう、例えば彼のような少年って、今後の、震災でも出てくる可能性があるわけじゃないですか。そうですよね。そういった場合、きちんとそういった彼の死とか、なぜ彼がこう死ななきゃいけなかったのかっていう、検証する必要があるんじゃないかっていうふうに思って、で、そういうことを調べていったうちに、災害関連死という問題に出会ったわけですね。そういった少年の死っていうのは一番今だにちょっと印象に残っておりますね。やはりね、皆さんそれぞれの思いがあって、それぞれのストーリーがあるからこそ、やはり皆さんの思いを聞いて届けてくださるっていうのは本当に大切なことだなと思いますね。実際にね、関連死として認められなかったという方もいらっしゃるんでしょうか？もちろん大勢という言い方はちょっと語弊があるかもしれませんが、僕は何人かは面かかっておりまして、でも申請するっていうことは、自分の家族が災害の後に例えば体調が悪化したとか、生活環境が変わってしまって、今までの生活が送れなくなってしまって、亡くなってしまったっていうような実感っていうんでしょうかね、非常にこう強い悔しさとかも持ってるわけですね。なぜかと言いますと、隣で一緒に生活していたのに、助けてあげられなかったっていう後悔をお持ちの方が非常に多くて、で、だからこそ、私の家族、大切な人の死は、災害によって亡くなってしまったんだってことを証明したいという言い方がおかしいかもしれませんが、そういったことを信じて、行政に、まあ、自治体に申請すると思うんですね。だけどやっぱり、まあ、認定されずにダメだ。言われる人は非常に多くて、あなたの旦那さんと災害は関係ありませんよっていうような人は非常に多くて、そういう納得できないっていう方には非常にたくさんお目にかかりました。例えばどういった方が認められなかったんですか？ですね、もともと基礎疾患があるから自己管理が足りないんじゃないかっていうような議事録があったりするんですね。もともとは確かに平均より体重が重かったりですね、もともと多分高血圧だったかな、もう基礎疾患をお持ちの50代の男性の方が亡くなったときは認められなかったんですよ。ただ、その後、奥様がやっぱり納得できないということで、まあ、行政を、まあ、訴えて、で、裁判になって、裁判の結果、関連性なしという判定が覆って、まあ、その男性は災害関連死認められました。その方って本の中に書かれていた陸前高田の、そうです、川澄勝さんという方ですね。この川澄さんについて、もともとその被災した時はどういう状況で被災いされや、たんですか？健康状態で言えば健康で普通通りに生活はしていたはずです。で、夫婦でリサイクルショップを営んでおって、まあ、自営業者だったんですね。で、津波でリサイクルショップが流されてしまったと。で、陸前高田市では仮設商店街を建設する予定があったんですが、なかなかこう建設が進まず、で、川澄勝さんはやっぱりそれに焦りを覚えて、まあ、娘さんたちが学齢期だったってこともあってですね、すぐやっぱり事業を再開したいという思いを強くして、自分で重機の免許を取って、本来行政がすべき工事を自らやろうとしたりとかって、非常にこう、復興にとって、ある意味前向きだし、ある意味焦りがあって、
で、そういった中で体調を崩されていったって方ですね。で、そこから何か大きな病気になったんですあ、そうか？ですね。3月に被災して8ヶ月後の11月だったかに、胸に強い痛みを覚えて、で、心筋梗塞だという診断を受け、手術を受けました。で、その亡くなったのはその1ヶ月後の12月だったと思います。なぜこの方は、川澄さんは災害関連死と認められるまでに時間がかかったんでしょうか？これはちょっとこれは議事録を見ると、自己管理ができてないっていうような結論になってるんですね。まあ、いわば自己責任論なんですが、災害後に薬を飲むのを怠ったであるとか、まあ、そういったことが関連死ではないっていうことの一つの要因として挙げられてて、あとはストレスはみんながあるとか、まあ、例えば、まあ、心筋梗塞なんですけども、これはストレスとの因果関係は循環器の先生、まあ、医師に聞かないと、これは我々で判定できないみたいな、そういう議事録が延々と続くんですね。これは、言い方厳しいかもしれませんけど、人の死を、こう、死因をこう判断するような、まあ、その、なんていうの、資料からは、切実さとか、真剣さがちょっと感じられないような議事録でありまして、僕も非常に憤りを覚えるような側面あったんですけど、川澄さん、まあ、直接お目にかかったときに、非常にやっぱり、ちゃんとその死を見てほしいっていうことは強くおっしゃってましたので、やっぱりそれは僕だってこれおかしいんじゃないかと思うぐらいなわけですから、やっぱりご遺族にとっては大変なこう憤りだったんじゃないかって想像します。もう今のお話を聞いていると、この災害関連死と認定することにあたってね、いろいろ課題があったりするんじゃないかなと思うんですが、いかがですか？課題は多分数えればきりがないほどあるのかもしれませんけど、まあ、一つ僕が思うのは、申請主義という問題があるんじゃないかと。つ申まり、請主義、申請しなければ災害関連死っては認められないんですよ。つまり、遺族が、制度を知らない遺族がもしいたとしたら、災害関連死認められないわけですね。で、冒頭ちょっと僕が話したように、災害関連死っていうのは、それを検証していくことによって、次の災害でどういったこう対策とか支援があれば災害関連死を減らせるかとか、いわゆる先ほど4歳の熊本地震で亡くなった女の子を救えるかとか、川上勝さんが、もうちょっとゆとりを持ってですね、復興に当たるような事業再建を続けられるようなことができたんじゃないかって、いそうろでんなすこうヒンね。トがあるわけですよ。そういう意味では、やっぱりそのたくさんの事例を収集して、なぜ亡くなってしまったのかっていう調査とか検証が非常に重要だと思うんですね。ただその中で、それのハードルになっているのが申請主義で、まさか自分の家族が災害関連死とは思ってないご遺族もいらっしゃいますし、そもそもそういう制度があるのも知らないっていうご遺族もいらっしゃいます。あともう一つ、申請しなければダメだっていう話なんですが、例えばですけど、僕が知ってるケースだと、例えば仮設住宅で亡くなったケースも、申請しなければいけないんですよ。仮設住宅で亡くなった場合でも申請しなそうなんけです。ればいけない。そうなんです。つまり、仮設住宅っていうのは、避難中に亡くなったわけですよね。そうですよこれね。は僕が、これは僕の完全な意見というか、取材を通しながら感じたことなんですけど、せめて避難所とか仮設住宅で亡くなった死の場合は、まあ、積極的に行政であるとか、そういう専門の団体とかが、その死を検証して災害に関連するかどうかっていうことを、まあ、積極的に調査するのか、あるいは遺族に呼びかけるっていうぐらいの、まあ、配慮があってもいいんじゃないかなっていう気がし私まそすれね。当たり前にやってると思ってました。違うんですか？少なくともですね、東日本大震災ではそういう、支援はやられてなかったですね。ひょっとしたら個人的に誰か、訪問ケアとか、あるいはお見守りの看護師さんたちがアドバイスするようなケースはあるかもしれませんけれども、そういった仕組みだった何かが、そういうことがやってるっていう行政は、ちょっと僕、不勉強かもしれませんが、ちょっと存じ上げません。そうですか。もうね、仮設住宅だったら災害関連死につながるんじゃないかと思ってしまいますけど、私の場合だったね。いや、一般的にはそういう、避難中の死ですからね、せめて調査はした方がいいんじゃないかと僕は感じるんですね。そうなんですね。私ふと思ったんですけどね、山川さんが書かれた「最後の声」というこの本のタイトル、これはなぜこのタイトルにされたんですか？ですね、まあ、この本を書くきっかけになった
まあ、一人にもあるんですけれども、まあ、震災直後から陸前高田市でずっと被災した人たちの法的なサポートをしていた弁護士の在間文康さんという方がいらっしゃいまして、でその人と初めて会った時に、まあ、災害関連死っていうのは被災した人たちの最後の声なんですよっていうようなことを彼が話してくれたんですよ。まあ、それが非常に印象に残ってて、タイトルにしたっていうのもあるんですが、やっぱり現場を取材して、こう本にしていく過程で、こう非常にその自己責任論っていうのは先ほどありましたけれども、なかなか自然災害ってみんなが苦しいんだから、自力でこう自助で生活再建しなきゃいけないとか、まあ、高齢者なんてもともとこう体が弱くて、災害では弱い人なんだから死んでも当たり前だし、それに補償したりするのはおかしいんじゃないかっていうような声はやっぱりどうしても根強くあるんですね、特に災害関連死の割には。そうなんですね。僕自身はその最後の声っていうのは、結局亡くなった人っていうのは社会を良くしようとか次の災害に備えようと思って死んでるわけじゃないわけですよ。そうがでとてすも無念ね。だと思いますし、ただその無念さっていうのを、まあ、生き残ってる僕らが、まあ、どういう姿勢で受け止めるのかっていうのがやっぱり問われてるんだろうなって気はしますし、まあ、我々とか、まあ、僕ら一人一人か、あるいは社会の問題なのではないかと思って、まあ、これはタイトルをつけた後にそんなふうに思ったんですが、そうですね、そういうふうになんか、まあ、感じました。山川さん、本当に貴重なお話をどうもありがとうございました。ありがとうございます。今日は最後の声、ドキュメント災害関連史の著者、ノンフィクションライターの山川徹さんにお話を伺いました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスは117@mbs1179.com。 ネットワーク1.17は被災地の声を聞き、明日の防災を考えます。震災を生き抜いた命がその後なくなってしまう。それは防ぐことができる死なんじゃないでしょうか。だからこそ私たちはこの災害関連死を受け止めて、次につなげていかなければいけないな。教訓にしていかなければいけないと強く感じました。今日は冒頭で私たちの身近な備えの話をしました。非常用持ち出し袋の中身だったりとか、あと現金を持っておいた方がいいとかね、部屋を片付けておいた方がいいんじゃないか、まあ、いろんな身近な備えっていうのはあるんですけども、今日のお話を聞いていると、もっと大きな備えにも気づいて、そして声を上げていくこと、これも大切なことだなと感じます。皆さんは今日のお話を聞いてどのように感じられたのでしょうか。皆さんからの感想もお待ちしています。来週も熊本地震についてお送りします。